今なり夢人は日本のプロレスラー及び映像作家。プロレスラーとしては頑張れプロレス所属。映像作家としては DDT プロレスリングに映像班として所属している。高校時代はアマチュアレスリング部に在籍。本格的な活動とは無縁な部活動であった。大学受験に再試見学に訪れた武蔵野美術大学で、 アントーニオ・ホンダ大長州ミキティによって行われていた学生プロレスの試合を観戦。ホンダの動きに対してあらゆる無サビの展示物よりも芸術性を感じてしまい、二郎の末に多摩美術大学情報デザイン学科に入学。同時に一橋大学を母体とするファで学生プロレスラーとしての活動を開始する。当時のリングネームは金的桜が丘。 成績桜が丘に住んでいることに由来して名付けられた。学生プロレスラーとして2007年8月10日の DDT 戦うビアガーデン工業に参戦。今ではビアガーデンの恒例行事となった次元爆破階段新沼袋デスマッチでマッスル堺と対戦した。その後2008年5月6日に後楽園ホールで行われた マッスルハウス6では当時マッスルや DDT 本体に上がっていたアントーニオ・ホンダと特殊ルールで対戦し勝利を収めている。2008年11月11日の第1回のボーイズに本名で参戦し、クドと対戦。これが公式においてプロレスラーとしてのデビュー戦となっている。2009年には卒業制作として短編ドキュメンタリー映画 学生プロレスラーを撮影。帝京大学などを母体とする学プロ団体 SWS 学生プロレスで学生プロレスに情熱を燃やす若者の姿を独特のユーモアとみずみずしい感性で描写し国内外の映画祭で上映されるなど高い評価を得た。またエロワードネゲロとして主演を務めた富永慎一郎はこの作品で注目されたのをきっかけに ユニオンプロレスからプロデビューを目指すことになる。卒業後、愛知県の TV 局に入社するも、クリエイティブな仕事をしたい欲求から、配属部署における業務内容と環境にギャップを感じ退社。DDT プロレスリングに映像班のアルバイトとして参加して、男色牧場クラシックボリューム1安倍幸弘の憂鬱を撮影。被写体である、 安倍公用の姿と己の現状を重ね合わせ、ドキュメンタリータッチで劇的に追った手法は、従来の DDT の映像作品とは一線を画していた。その後、DDT プロレスリングの各種映像の作成や、ニコニコ動画の配信など、映像関連の業務を担当する。2013年、テレビ埼玉で始まった、DDT プロレス中継埼玉スラム、については、構成、 編集、ナレーションから、カンパケ品の納品まで、ありと、あらゆる作業を一任されている。DDT プロレスリングの映画部門進出第一弾として、企画された、プロレスキャノンボール2014では、マッスル・サカイソー監督のもと、助監督として、映像の編集作業等に参加。さらには、自らも、作品の主要登場人物としても出演。 自らが所属する頑張れプロレスを注目させたい。一心で同チームの大やと共に空回りが生じてしまい、それを乗り越えるためにどうすればいいのかがわからず、尻滅裂な行動を取りながら苦悩する様子が作品に収められている。2016年11月公開の俺たち文化系プロレス DDT においても助監督、撮影、出演にクレジットされている。 ポイズン言いたいことも言えないこんな世の中は、ありがとうございます。